帯川秋水です。今日はですね、隷書体で、氷輪氷の輪ですね、を書いてみたいと思います。氷の輪、意味としてはですね、氷のように冷たく輝く月というね、意味があるそうですけど、今のね11月の時期に、出ている、寒くなったので、そのようにね、くっきりとね澄んだ、それでちょっとね書いてみたいと思います。隷書体ですね。それで今日はですね、少し長めの筆を使って書いてみたいと思います。長めの筆、少し長い筆ですね、柔らかめの筆です。で、柔らかめの筆を使いづらい方はちょっと硬めのね、筆を使っていただいてもいいと思います。で、こちらの方でまずですね、柔らかめの筆で、結構根元まで墨をよくつけてくださいね。根元までよく墨をつけて、書いてみます。それで、少し体は真正面ではなくて左側の方に、今左側の方にいますけども、もう、左側の方、真正面ではないところで書いてみます。で、筆の軸は少し寝かせます。ちょっと穂先をこう入れます。で、手前に、で、縦をですね、あまり長く書かないぐらいで短くしてみます。寝かせた状態で氷、さ、真ん中をちょっと開けますね。真ん中を開けて、さ、上に持ち上げてから横へ、のある横線がいいかなと思います。で、縦の線はあんまりここ突き出さないで、お先を置いたらスーッね。それからこちらがスと持ち上げて、よいしょ、後で横の線がね太くなります。ね、隷書1枚書いてみました。で、筆が柔らかいので、ね、なかなか言うこと聞いてくれないかもしれませんけどもね、こういう大きめの筆を使って書いて、あと今回ね、あんまりかすれが出なかったんですけどね、かすれた線がもう少し出てもいいかなと思います。はい、ということで、ここにね名前を入れて、名前を入れてください。これは輪書じゃないのでね、輪っていう字はいらないですけどもね。はい、で、こちらの方まず1枚書いてみました。それから硬い筆でですね、もう1枚書いてみたいと思います。少し、硬い筆で、硬い筆、この筆ですね、イタチのね、毛になりますけどもね。はい、が安定感があるので書きやすいですけどもね。でも線が、味のある線が書きづらいかもしれないです。
ますね。で下に下げて、さっきと同じく上に持ち上げてから、よいしょ、筆を運んでいただければと思います。軽やかに、はい、というようなね、ことで、名前も隷書で書いてみます。幅広ですね。はい、ということでね、参考になりましたでしょうか。参考になれば幸いなんですけどもね、はい、ぜひ書いてみてください。どうもありがとうございました。